こんにちは。オフィス佐藤の広報担当です。急だったので、このような動画で失礼します。弊社のインスタグラムアカウントのメッセージ機能のエラーか何かで、フォローさせていただいている皆様に、TikTok のリンクを送信されるという事象がありました。受信された皆様には大変ご迷惑をおかけしました。リンク先は、弊社とは全く関係ないアカウントの動画になります。気になる方は、消去、またはブロックをお願いいたします。以上、お知らせでした。ちなみに、リンク先の動画は、アイドルのハモリ企画動画ですね。配信者の黒歴史にならないといいけど、ちなみに、音楽はノーコピーライトソングスの、ネフェックスさんの、デスペラートでお送りしました。かっこいい曲ですね。ご視聴、ありがとうございました。